こんにちは、梶恵子です。今25度ぐらい気温がありますが、自然室温ですけども、ちょっと、蒸し暑い感じがして、なんとなくどんよりしてるものですから、ちょっとムシムシしますね。湿度が少し高い気がしますけども、今ですね、今日でなくてもですね、時々気がハラハラすることがあるんですけども、焚き火、今ね、キャンプが流行ってて、ソロキャンプとかで、キャンプが流行ってるもんだから、テレビでもね、よくキャンプしてるのが映りますね。そうすると私も田舎暮らしするので興味があって見るんですけども、見るたびに焚き火してるとね、ハラハラするんですよ。で、なぜかっていうと、私は田舎に家を建ててる時に、不動産屋さんのね、男性の方に怒られたことがあるんですよ。で、ちょっと広い土地で、そして畑も広く取れるぐらいのスペースなので、ちょっと焚き火っていうわけじゃないんだけど、燃やしてたね、紙のものが多いので。そしたらですね、めちゃくちゃ怒られたんですね。で、どういうの、なぜかっていうと、都会のものは慣れてないから、そのスペースを広いから、火を焚いても大丈夫とか思うんですね。10メートル20メートル家から離れてたら。ところがそうじゃなくて、田舎で慣れた人が見るとそれ危険なんですね。で、特にね、紙なんか燃やしてると、ちょっとした風でね、パーッと飛ぶんですよ。そう、飛んだら火がついたまま飛ぶと、もうね、20メートルも30メートルも上がるんですね、燃えると。風に乗ってね、それ風ってね、風がないなと思ってても、突然風吹くんですよ。特に田舎の街中と違って、山の中というかね、そういうところっていうの。でね、風はいつ吹くかわからない。普段その日は風がないから、静かだからちょっと焚き火しようかなと思って火をつけたりすると、突然火が風にあおられて飛んでいくとかね。そうすると、田舎の方が、例えば季節によったらですね、秋なんかだと落ち葉が落ちてるんですよ、家の周りに。落ち葉、枯葉が落ちてるんで、その火がですね、そこに燃え移ったら大変なことになる、山火事になって。2年ぐらい前でしたかね、栃木県の足利で、山火事になって1週間燃え続けてね、もう消防がいくらをともう、消火活動してもね、なかなか消えなくてもハラハラしましたけど。だからすごくね、山火事になるんじゃないかってね、すごい怖くなるんですよ、私も。それでね、いろいろ、自分でもね、ちょっと燃やして気がついたんですけど、本当にね、火って、こういう、そのままね、地べたではね、その時に、怒られたんでもあるんですけど、下が土なので地べたで燃やしてたんですよ。そしたら、火っていうのはその木の土の下に落ち葉が入ってるから、土の上で燃やしてるつもりでも、それが下の落ち葉について地面の下を這っていくことがあるんですって。ダーッと地面の下の落ち葉について、季節とか天候にもよりますけども。だから絶対ね、直火、下に土の上でしちゃいけないってね、それも怒られたんですけども、七輪ぐらいでね、燃やすぐらいにして、それで怒られて、もうそれからね、怖くなって、いろいろ脅されたもんで怖くなって、外にちょっと流しを作ってもらって、
コンクリート、セメントでですね、そこ水場もあるんで、水がいつでも使えるようにして、もうね、七輪とか、もうそういうものも、直、下のコンクリートが水のあるとこじゃないと火を燃やさないようにしたんですけども、まずね、直火をしちゃいけないって、テレビなんかでも言いますけども、結構ね、地面の上で、ね、燃やすって、土の上で燃やすっていうね、あるんですね。で、結構火事になりやすいんですね、そういうの。じゃあね、下にね、その上にこの耐熱かなんかの、こう、もちろん焚き火台が置いてありますけどもね、してたらね、大丈夫かと思うけどね、本当にね、火燃やしたら分かるんですけどもね、樹木の高さぐらいね、炎がバーッと飛んでったり、下が燃えててもものすごい長くさーっと燃え上がってね、そしてもう炎がこう上に、それこそ火の粉が飛んでったりするんですよ。だからまずね、風のある日は絶対、風のある日用の焚き火台っていうのがあるみたいですけども、焚き火台がそうでも風のある日は絶対焚き火しちゃいけないと思っといた方がいいですね。一度ね、ご近所でね、なんかゴミ燃やしてる、こう煙突のようなね、レンガ造りの、焼却炉みたいに作って庭にあるんですけどもね、風がビュービュー吹いてる時にね、東京からいらしてる方ですけどもね、東京の方燃やしてるんです。危ないなと思ってね、もうハラハラしたんですけども、ほんとね、一回火がもう燃え移ったりすると、山火事になったら1週間でも2週間でももう消えないですからね。アメリカなんかでもよく山火事になったって言ってたの、例えば乾燥して、夏の、高温がものすごい45度以上になったり50度近くになったりして、そしたその時に火種がなくてもね、燃えるって言いますよね。まして火種ちょっとした、もう本当にね、タバコの、本当、もう火の粉ぐらいでもね、落ち葉があったりすると燃えるので、焚き火はね、楽しいかもしれないけども、まずね、一番は必ずね、火を燃やす時は水を置くんですね。バケツに1杯の水、それからバケツ1杯の水で初期消火っていうのができるので、バケツに必ず水を置いとく、近くに置く。これは花火の時も同じですけども、花火をする時には必ずバケツに水を入れてそばに置いとく。火、とにかく火を使う時はバケツに水を入れてそばに置くっていうね。ちょっとテレビで見ててもね、そういうバケツはちょっと見えない、そばにね、川があったりするから、すぐ間に合うとか、あとね、テレビの場合はスタッフが大勢いるのでね、まだいいんです。個人でやってるとね、大変なんです、本当に火が飛んでったら。だからね、私はね、乾燥してる時はね、家の周りにね、落ち葉なんかいっぱいあって乾燥してカラカラしてる冬なんかだとね、たまにこうホースで水まきますね。乾燥しての怖いから、ちょっとね、なんかキノコ採りの人が来てね、そこは管理 地だから入っちゃいけないから、そういうことはいけないんですけど、万が一ですね、タバコの火でも落とされたら、もうその一帯火事になったら大変ですからね。だからその火を使う時は、どこでもしていいわけではないけども、たとえキャンプ場ででもですね、やっぱりちゃんと水をすぐ消せるように、ちょっと急に燃え上がったらパッと一杯、最初の初期消火って、それらの普通のガスの台所でも同じですよね。初期消火大事って、家でもね、火事になる。だからね、キャンプは楽しいけども、田舎暮らしだからキャンプしたいなとね、私ももう、一回ね、友達が愛をくれるからって、じゃあ庭で焼こうなんて言った時もね、本当焼きたかったんですけどね、七輪で、でも七輪も火鉢もあるので、鮎焼きたかったんですけども、その鮎焼きのコンロみたいな専門のあるんですけど、専用のね。でもね、焚き火しちゃいけないって聞いてるんですよね、その分譲地なので。ですごい厳しいんですね、火の元に対して。だからね、断って、結局
そのアユを焼かなかったんですけども、まあ禁止されてるとこでね、燃やすっていうのは絶対もうそこらはダメですけども、禁止されてるのはキャンプ場でもですね、すごく気をつけてやらないと、山火事になったらもう大変ですからね。火の扱い方っていうのは気をつけなきゃいけなくて、こうついね、たくさん燃やしてキャンプファイヤーなんてね、もう映画なんかでキャンプファイヤーしてね、みんなでしてますけどもね、あれだってね、危ないんですよ。ダンスしたりなんかしてね、ちょっと一つ間違えたら大火事になります。山火事になったら大変ですからね。まあね、キャンプでなくても、まあキャンプはキャンプ場でしかやっちゃいけないですけども、キャンプでなくてもね、よくね、勘違いして山があったら入っていいと思ってる人がいるんで、山があったら入って、山は全部所有者がいるんですね。まあ、国有林とかありますけども、国有林だから黙って入ってっていいってわけじゃないんですよね、勝手に。それでよくね、キノコ採りの人たちが、住宅があるのにね、家が建ってるのに、別荘とかね、建ってるのにね、そこ分譲地なのに入ってくることあるんですよね。それで私有地だから入っちゃいけないんですけど、それも侵入罪になるんですけども、そのキノコを取りたくて入ってくるんですけども、ましてね、キャンプなんかするのに山があるからそこは入っていいんだと思ってね、入っていってね、なんかちょっと燃やしてね、遊ぶなんてことも絶対いけないし、みんな所有地、自分の、その人の所有地ですから、空き家みたいにね、誰かわかんないとかじゃなくて、山だからって言って入っていいわけじゃないし、入ってキャンプしていいとかね、燃やしていいとかって絶対ないですのでね、それは他人の、自分の山だったらいいですけどもね、自分の山でもまあもちろん飛び火でね、火事になる、って言って他の山に燃え移るので、それは危ないから気をつけなきゃいけないけども、まずは山に、土地に その空き地があるからって言って入っていっちゃいけないっていうこと、それで入っていくに、まあ許可をもらって、はい、キャンプファイヤーみたいなことをしてもいいところでするにしても、必ず水を置く、そして下にキャンプ台を、この火起こし台ですね、下に直接地に置かない、それと炎をすごくこう高く上げない、上げると飛びますので、風が急に吹いてくる場合もあるのでね、やたらに薪をいっぱい入れてですね、燃えるの面白いから楽しいからって言っていっぱい入れても、これグループでする時は特にね、つい調子に乗ってね、たくさん燃やす、そうするとものすごい火が上がって、私も見てびっくりしたことあるんですけども、火ってね、それからもうね、燃やさなくしたんです、怖くて。ものすごい上がりだしたらもう止まらないんですよ。それこそもうだから水何杯かもう2、3杯バーッと急いでかけるとかね、それでもかけてるとパチパチパチって弾くしね、本当に火は怖いので、気をつけなきゃいけないということです。そして終わった後ですね、終わった後によくね、土で埋める人いるんですけど、土で埋める人、埋めてね、火を消す人いるんですけどね、埋めただけでは消えないんですよ、火は。土の中で火がまた燃え始めて、そして最初に申し上げたように、土の中の腐葉土みたいなところは落ち葉とかね、下にこうあるものに燃えてしまう場合もありますので、土に埋めてそれで消えると思ったら大間違いで、一回水でしっかり消して、それから消えた後確認して、水をそれでもたっぷり、たまるぐらい水をたっぷりかけて土をかけるっていう。本当はね、夜消すっていうことはまずないとは思いますけどもね、夜消していなくなる。とにかくね、そのそばからね、離れないって、しばらく何時間か。後から火が出てくるっていうことがね、本当はね、一晩いた方がいいわけですよ。だからキャンプファイヤーして終わったら水をしっかりかけて消して、そして、まあそこに泊まると、寝ると。それで朝起きても火が燃えてなかったら、出てなかったら大丈夫っていうぐらいじゃないといけない。火を消したつもりでね、そのままちょっと消してね、パッといなくなったりすると、後で火が出るっていうことありますからね。私なんかでも火を消した時でもやっぱり
もう一回見ますわね、後から何時間か、5時間か6時間した後にね、ちゃんと消えてるかどうかとかね、火鉢とか七輪とかでもね、それでちゃんとこの囲いでね、私は怖いから、ガード、天ぷらガードみたいので囲いして、風があんまり当たらないようにして、それから横に飛ばないように、それと炎がボーンと怖がら、飛び火しないように、例えば杉の葉っぱとかね、そういう葉っぱが飛ばないように、上にね網を乗せて上に飛ばないようにするとかね、そういうふうに燃やすにしても、ボンボン上に飛ばないようにするとかね、十分ね気をつけなきゃいけない。まあ何より水をね、そばに。まあだからね、テレビの番組なんかでする時はね、ちょっと啓蒙的な意味で、そばにバケツをね3つぐらい置いておいてほしいですね。まあ1つでもいいですけど、すぐ消せるようなのね、こうして用意して、それ一言ね、必ず、水を置いて気をつけましょうっていうのね、一言ね、ただどうしたら火が燃えるかとかね、そんな楽しいことばっかりじゃなくてね、火は危ないんだっていうことね、それをね、やっぱりね、注意していただきたいなと思います。山火事は本当に危険だし、怖いし、消火がもうできないですか、一回燃えて移ったらね。だから、後の火の始末、途中の、まあ、最初の火の始末、飛び火しないための工夫とか考えてですね、十分気をつけてね、遊んでいただきたいなと思います。まあね、火を燃やしたいんですよね。私もね、庭が、田舎の家行くとね、庭あるんでね、火を燃やしたいんでね、ほんと気をつけながらでも火を燃やしたいというね、欲望に駆られますけども、まあ庭でね、先日もふきのおにぎり作りましたけれども、その時はもう火を使っちゃいけないのでね、一口コンロ、ガスコンロ、庭のテーブルに置いて、おにぎりを作って、それをそのガスコンロの上の網に乗せて 焼きましたけども、本当は、燃やしてですね、焚き火で持ってますからね、私も。だから焚き火台で火を燃やして、ちょっとでもいいからやりたいんですけどもね、それいいかどうか管理会社の管理人さんにちょっとよく聞いてね、これぐらいだったらいいよとかね、まあバーベキューコンロでバーベキューぐらいはいいですよって聞いたような気もするんですけども、焚き火と違って。だから、まあ、楽しいんですけど、田舎暮らしの一番の楽しみはやっぱり焚き火ですけども、気をつけてキャンプ、ソロキャンプやっていただきたいなと思います。じゃあまた。